しょ。そうそう、ご飯にからし入れてないし、影からカエルぶつけてないし、水も引っ掛けてないし、尻尾引っ張ってないし、今日はなんにもしてないっしょ。探して歩いてたら、そっくりさんの二人組がワンちゃんをいじめてるよ。もう、あれをワンちゃんと言い切れることに地味に感心しておりますが、それより、T、この状況は何かな。あれも俺の仲間、乗組員たちだ。いたずら大好きな双子のジェイとエル、そしてさっきから狭いところに入り込んでプルプルしてるのがテト号のエンジニア、アイだ。あれがエンジニア？この船大丈夫？そう言うなよ。アイは少し怖がりだが、とても優秀なんだ。おーい、ジェイとエル、その辺にしとけよ。だから、ジェイとエルは何にもしてないって。アイがさっき見慣れないものを見たらしくって、怯えて物陰から出てこないんだよ。見慣れないもの？グーグーと鳴く黄色い生き物と変な服を着た女の子だって。そんなのテト号にいるわけないのにね。それって、うん、かなり確実にアルルだよ。アイ、その子たちはどっちに向かった？ピピピピピ。ああ、このままじゃ拉致が開かないな。テトリス勝負で落ち着いてもらおうか。ならいつでも受けるよ。T、取り乱してすまなかったね。もう大丈夫か？ああ、とてもいい勝負だった。すっかり落ち着いたよ。さて、見慣れない二人組のことだが、足取りも軽やかにあっちの方へ走っていったよ。そうか、ありがとう。ふう、どうしたリンゴ？予想以上の立ち直りっぷりにリアクションを取り損ねているだけだよ。でもこれでアルルたちの居場所が分かったね。ああ、急ごう。